クロハーレム・ブルントラントは、ノルウェー・バールム生まれの医師、政治家。世界保健機関事務局長、同名誉事務局長、ノルウェー首相を歴任。ノルウェー労働党党員。1963年オスロ大学を卒業。1964年ハーバード大学へ留学。帰国後、医師を務める傍ら、労働党でも活躍。1974年。 ブラッテリ内閣の環境省に就任。九百七十七年九月、総選挙に立候補し初当選。九百八十一年二月、女性として初めてノルウェー首相に就任するも、同年十月、総選挙で保守党に敗れ、退任。九百八十四年から九百八十七年まで国際連合に設置された環境と開発に関する世界委員会は、 彼女が委員長を務めたことから、ブルントラント委員会と呼ばれる。この委員会がまとめた、報告書、地球の未来を守るためにには、将来世代のニーズを損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすことという持続可能な、開発の概念が打ち出されている。1986年、総選挙での労働党勝利を受けて、首相に帰り咲く。1989年、 総選挙で敗北し退陣。その後、保守内閣の分裂から1990年10月、第3次、ブルントラント少数内閣発足。1992年1月には、ノルウェー首相として、初めて、日本に公式実務訪問した。1992年11月、三男の自殺を機に労働党党首を辞任。1996年10月、首相を辞任。 1998年4月、世界保健機関の事務局長に就任。就任演説で、タバコは人殺しである。との持論を展開し、通列な喫煙批判を行い、禁煙政策である、タバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約、作成と締結を主導した。2003年3月、電磁波過敏症であることを公表。2004年には、 朝日ガラス財団よりブループラネット賞が贈られた2014年トース進ム受賞ありがとうございます。